お疲れチャンスラップです。今日はですね、こちらの LJ バルーン環境最強マイティを添えてやっていこうと思います。というわけで、まあ、謎デッキにはなるんですけども、謎デッキがですね、グラッチャレンの方でなんか異常なほど、はい、なんかよくわかんないんですけど、めっちゃ12勝されてました。というわけで多分強いのかな怪しい香りはしてるんですけど、なんかちょっと環境に刺さってるらしいので、ちょっと皆さんもね、騙されたと思って、はい、やってみてください。ということでやっていきますか。まあ、前シーズン最強のね、フェニックスもいます。はい、フェニックスもいるし、まあゴブリンとかもね、ここ最近ずっと強いのでという感じで、まあ、とりあえずシンプルなエレジャイですね。シンプルなエレジャイに、まあ、エレジャイの施設とかかなの防衛枠に、バルーン枠がね、はい、入ってきたよっていうので、まあ、攻めに特化したデッキですね、マジで。さあ、これは爆破でも守れそうだし、まあまあこのままでも守れるね。さあ、まあ基本的になんかエレジャイいっぱい出していいと思ってて、なんかこういうところで飛ばしてなんか入ってくれたらいいなみたいな、そんな感じで。いや、いや、早くね。てかさ、確かに俺が相手のマスキにエレジャイを合わせたからそれ早いんですけど、まあこれでもね、一発入ってくれる、ありがたい。いや、強いってそれ。さて、マイティはこれキングに据えるんですよね。で、キングが落ちることだけはマジでやめてね。ちょっと怖いですけどね。まあ高回転迫撃がですね、まあマスケがね、2周目3周目来るのがちょっとめんどくさいかなーって感じはするんですけど、まあ俺は多分ね、あんま考えずにLJ バルーン組んで、まあマスケをトルネファイボでしばけるのが一番熱い。あー、相手の反撃の位置もね、偉いっすね。バルーン釣れるとこにちゃんと持ってきた。さあ、でこうなってくると、まあ攻め通んねえじゃんってなるので、まあ一旦シンプルね、普通の迫撃みたいな感じで、でマスケさえ溶かしてしまえば、このフェニックスが相手からしたら意外とつくて、防衛の呪文を貼らなきゃいけないんじゃないか。いやー、でも結構いい受けをしてくるっすね。でもこのデッキの強みは、このマイティに対してのエレジェイがね、優秀です。はい、だからまあ環境やっぱマイティが強いんですよね。でそこに対してこのね、なんだっけ、エレジェイス、あー、めっちゃいい棒ポエ、それはやばい。マジ暇なんでトルネファイブ暇すぎ。え、なんで金撃動した俺のトルネ、これやばい。なんかシャシャってるっすね、今のプレイ。これはね、だいぶ渋くなってきます。はい、もうちょっと楽にね、刺さるといいんですけど、相手のボヤもさすがにうまい。よし、で守ってさえしまえばなんとかなんねえか。なんか AJ バルーン組んでさ、もうマスキに、もう絶対こうやろ。よし、であとは祈って、でバルーンで迫撃が壊れるならば、よし、お願い、当たれ、よし、ぬぬぬぬぬぬぬ、いやでもカウンター入ってる、カウンター入ってる、頑張れ。あー、めっちゃウッディ、でも迫撃を使ったんで、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。LJ 振り向け？いや、マスケは、マスケは、あれ、間に合いません。おい、さあ、決まっていきますよというね。まあ、こういうね、なんか攻めカードが多いデッキは、まあ、施設、きついっちゃきついんですけど、やっぱ1周目のね、迫撃はね、LJ に使ったら、次じゃあバルーンはあなたどうやって守るのってなるので、意外と施設枯渇っていう意味では強かったりはしますね。さあ、まあわかんない、相手の施設がね、やっぱ高回転すぎると突破できないんですけどね。施設ない相手を引くと、まあ、LJ もだしバルーンも両方刺さりやすいんで、結構勝ちやすいんじゃねとは思いますが、俺は待てばいいのか、待ち得か。
なんかラバとか弾けるとね、フェニックスもマイティもあって、レジェイもあって、すごい強そうみたいな感じはするんだけど、逆というかね、にょい天才取るんだ。あれはきついよね。マジで名前が出てこんでか、頭から忘れそう、消えた。インフェですね、インフェ。そう、インフェルノタワーは、なかなか突破が難しいんですけど、どうしようかなって感じです。で、今回の相手は、なんだろうこれ。エリジェイか？あ、ロイっぽいですね。これ、ロイはね、結構熱いんじゃない？トリトンも、圧着もこれ使ってんで、さあ、ここで、おや？マジで終わるんじゃないって。と思ってたらトリトンが回るみたいな感じ。いやー、防衛うまっ。いやー、防衛うまいな。ちょっとお兄さん、さあ、着衣に対して、まあ、いろんな当てるカードがあるんですけど、何を当てようって感じですね。よし、まあ、守ってトルネファイブをバチコン決めてやりたいね。今回の相手はあれがないから、呪文がね。ああ、めちゃくちゃいいライトニングだ。あ、でも圧着衣さえいなければ相手対空いないんですよ。これ防衛ライトしかないんで、これはね、めちゃくちゃいい。あ、でもトリトンがね、よしよし、これはフェニックスが頑張れねえかな。いや、頑張れそうだけど、マジで圧着衣の逆に、いやー、このマジでバルーン飛ばして、飛ばすだけで、ライトを使わせてっすね。いや、流れとしてはめちゃくちゃいいっすね。それこそこのエレジャイフェニックス組んで逆性バルーン飛ばすだけとかでも、相手の防衛ちょっと上手いな。うー、偉すぎるあいつ。入んねえよ。お、やばい、入っちゃった。おや、なんかたまたまいい感じに、竹がたまたまいい感じになってる。フェニックスが入って、いや、マジで本当にマジでたまたま守れば勝ち。いや、諦めたっすね、これは。そのロイジェイは、いやー、危ない危ない危ないが、トリトンをね、相手のトリトンをうまく利用してね、狙ってないけど利用してね、竹取ってバルーンとかもいいね。いや、ちょっと怪しかったですけど、今みたいなね、対空圧着衣だけとかも復活してるなら、真面目に強いかもしんない。まあ、遅延スクールとかも引いたらやばいね。無理だね、不可能です。はい、まあ、絶望もあるが、なんか意外と幅広く戦えるんじゃねっていう。さあ、ギャングはもう適当に、まあ、枯渇かなんだろうね。まあ、枯渇系でしょう。施設がなかったら嬉しいので、まあ、メガナイト枯渇とか来てくれるとありがてえな。さあ、マイティ、まあ、マイティにエリジェ合わせてもいいんですけど、結局逃げられるだけなんで今は。まあ、これ相手に合わせて飛んでいこうかなって感じですね。いやー、渋い。今のは仕方ないです。はい、
まだ仕方ないっすね。ギャングドリルボールブレーカーのマイティ、まあ施設はありそうっすね。さすがにさすがにありそうだなーの顔してます。おー危ない、怖い。行ってなさそうでしたけど、さあまあ端前行っても綺麗にドリルで受けられると思うんで、いやボンバーの真ん中も強いですね。これこれは結構チャンスだと思ってる。でドリルに釣られないバルーン取るね。ファイブかありそう。あー大砲うま。いやでも釣られない、マジ流れが良すぎてビビるビビる。まあ、8枚でもワンチャン良かったけどね。なんか後ろから組むだけ相手どんどんきつくなってる。よし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 、こんなのもう許容っすね。好きにせえって感じで、もんであの大砲をちょっと壊してええ感じに。いやボンバーもいい、いや頑張れ。フェニックスもいい。いやでも相手もうまい。いや相手のボールもさすがにうまいですね。フェニックス、ちょっとなんか警戒の入れちゃい出しつつ、ああもうそっちが完全狙ってきてるっすね。あそれはありがたい。耐えて、にゃっ、あぶねえ、天才ボンバー。さあ、勝てます。施設が2個あっても勝てます。よしよしよし、いいね。なんか、ザッピーとかがいると、ファイボとか打てばいい。ザッピー、マザニク、まあ、ガゴ村ファイボ打てばいいし、こういうコウモリとかね、なんかちっこい系だったら、トルネで吸えばいいだけなんで。まあ、あと、エリジャーフェニックスの形を組んで、相手のマスケとかもね、トルネで吸って処理みたいな感じで、こう、エレジェイトルネだったり、エレジェイファイボで、なんか相手の対空もほぼ全部ね、ぶっ飛ばせるって考えたら、マジ熱い。さあ、来た。あー、これ、インフェっすね。インフェディガロケットっすね。なので、あ、ウォールブレイクあったっけな。なんか序盤で結構ぶっ刺したい気もする。多分、あ、でもデッキ違うかな。なんかウォールブレイク入ってないんですよね、普段。普通にマジアチャウォールブレイク的な。いや、それはそれできつい。あの、施設取るね。っていうのもあるが。さあ、どうしようかな。エレジャイ、ぶっ刺す。何をぶっ刺す。何なら刺さるんだ。って感じっすね。いやまあエレジャイで、いやーボコスカ行かれそうだな。さあ施設トルネマンですね今回は。これバルーン行くのもワンチャリだけどな。なんか辛そう意外と。フェニックスがいい味を出してる。お、これ外回りしたらさ、金融移動むずいぞ。だよね。外回りしてるもんね。よし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 。いや、今のマジでかい。いやー、で、ここのファイブは、我慢かな。いやー、このマジアチャですら我慢っすね。いや、マジででかい。1000までいったら、ファイブを、何回よし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 、マジで絶対きついんで。いやー撮影に延命してくるっすね。うまいな。もう
いや待って、ボンバーマジで好きになる。いやもう仕方ない、仕方ない、仕方ないと思うしかないが、きつい。いやこれやべえかな、一発。いやマジ、うん、熱い。座れんな。フェニックス追加大事だな。これ多分吸えないと思うんですよ。よし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 。おしかも甘えてる。で絶対マジやっちゃう。ここにこんにちはマジやっちゃう。でお隣さん痛い、やばい、ちょっと待って。369の防衛方法を求むファイボです。1枚耐えました。あぶねえ。いやこれ絶対無理よ、絶対勝てないと思うんだけど、勝てたから絶対じゃないっていう。さあ気づけば多分めっちゃトロ上がってる。世界30位、まさかの。こんなふざけたふざけたバナーしてますけども、めちゃんこ勝ってますあれもしかしてマジで強いのかこれ。しかもなんかね、してることそんななんかすごいようなことしてるって言われると、まあエレジャイつけて、エレジャイ出してバルーン出してるだけなんで、結構誰でも使えるぞ。さあ、しかも今回の相手は、まあ世界本当にトップワンツーに入る新鋭対ローフが上手いプレイヤーなんですけど、このデッキは多分新鋭対ローフにちょっと相性いい。ボンバーがいるから、もう使っちゃったんですけど。エレジャイバルーン5組めば、まあ5分超えが意外と嫌だけど、多分止まんないんですよね。あー、てか新鋭隊なんか弱いな、あれに、5分超えに。冷静に見たら。いや、スケキンもいる。なんか相手の方もちょっとこう、独特だね。あー、このホバ追加、フェニックスいなかったんで仕方ないですね。でスケキンでフィジカルで守ってくる。うわー、いい防衛だそれも。さあ、まあザッピーがいると思うんですよ。なのでまあザッピーを抑えたらバルンポーン行きたいが、一旦ね、相手も小屋がね、そのシエテラウグ最近五分小屋になっちゃったんで、それがちょっと、お雪玉なんか、お形が違うぞ、いってらっしゃい。新鋭隊ロイホグ、ゴブゴヤ、ホバスケキン、ヤタル、ザッピーいるよな。そうですね。でもこれさ、待って。興奮してます。これだってもう、ファイブって。バルーンつければどっからどう見てももう終わりやろっていう。なので相手はこの瞬間に攻めてくる。にょ、守るのかお主。矢のアメタルボまで。ファイバーもない。おお、強強強、マジで。え新鋭隊ロイホグにめっちゃ強い説ある。よし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 。で相手のえなんかスケブレなんだけど、まさかの。いやーこれ絶対右だったなー。これさあ、ここ耐えれば勝ち。耐えれるよ。よし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 、マジ一発ワンパン。え？え？いやもうたこれは結構相性がいいと思うんですよね。形組んでザッピーにファイブ打つだけなんで。あれ？鬼強デッキもしかして。さあ次で2000いけそうっすね。いやマジでなんか思ってた10倍100倍、いやもう何千倍とか、もう想像よりもはるかに強いですねなんかこんな勝てるもんっていう。まあエレジャイ
なんだろうな、LJ バルーンっていう組み合わせもいいんですけど、こうなんか周りのね、ゴブリン、フェニックス、マイティ、ボンバーか。なんかここもね、本当になんか、ここ最近強い奴らの集まりなんで、頑張ってますね。やっぱ LJ バルーン、トルネファイボーとか手札にあると、守るのが大変なんですけど、まあ、マイティ出しとけば強いし、ボンバーもいればなんとかなるし、ゴブリンも2コスなんでねっていう。フェニックスはまあ、トルマ最強。まだまだね、下方されたものの、まあ、防衛ではね、攻めでも、まあ、両方か。まだまだ強いっす。マッチングしなかった。さあ、来た。クレイジーハルク。いや、もうなんか重量級の人っすね。そのイメージしかないが、嘘です。さあ、おー、やりゴムも入ってるのはちょっと珍しいので、まあ、マイティーボムタワー、高回転ウォールブレイカーの顔はすごい知ってます。俺は潜る必要あった。まあ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 。相手も潜ったんでね、仲良くしていこう。さあ、序盤からケツエリジェはちょっと強気ですけども、まあ、施設が入ってですね、これ多分エリジェが邪魔して、キンキン無そうだね。トルネでコウモリ追いやれたら熱いな、ボムの位置にもよるけど。逮捕いやー、槍の位置がうまい。ちょっと待ってけどね。さあ、この辺での防衛。ゴリウマです。ウッドまで来る。あー、ですよね。えぐいです。これ相手がポイズンだったらね、バルーンもね、ちょっと通りやすいんですけど、ファイボなので、どうする？ LJ、まあ、LJ フェニックス組むしかないですよね。僕はね。まあ、リジェンフェニックス組んで、まあ、小物はもうきついんで、なんとかするぐらい。まあ、ボンバーって、マイティで行かれるんですね。さあ、マジ、めちゃんこ苦しい。普通に、このボムタワーを突破した後の、緊急の、あれもあるじゃないですか。ドリル。これ無理だな。これやばいな。ボムじゃねえ。しかも大砲だ。さあでもワンチャン起こすしかない。そういうデッキなんでね、これは。何が起こるか分かんない。あー、釣らないでほしい。お、マジでワンチャンありそう。やあ、マイティ、え、追いついたんだけど。あれ、ちょ待ってよ、話が変わるぞ。こうなると。いや、このボンバーしちゃってんな、俺絶対。あれ、マジで、え、もしかして、え、やば。ちょっと待って。待って、焼いてもびっくりだよね。だって俺がびっくりしてんだもん。いや、だよね、そうだよね、びっくりするよね。だって負けると思ってんだもん。やば。しかもこんな奇跡ある？ちょうど2000。いや、うますぎ、美味しすぎるだろ。やば。相手もなんかバカうまかったよね。嫌なこと全部してきたと思うけど、エレジェイバルーンフェニックスマイティみたいな、なんかぶっ壊したら勝てた。いや、このデッキやばくね、マジで。マジで。え、待ってよ、マジで強いかもしれない。なんかネタじゃねえわ。ネタで紹介してたんですけど、ちょっとガチデッキってことにしてもらっていいかな。マジで。やばいやばい。夢しかないよ。
意味わかんないもんな、なんで勝ったかもね。まあでもコウモリやりゴブなんかちょっとやだね。トルネでね、トルネでなんとかなるし、マイティーバカでもなんとかなるんだけど、意外となんかやだな。ザッピーとかね、多分そういうのが来てくれた方が多分圧倒的に勝ちやすい。さあ来た、勝つぞ。何のデッキだ、マジ。トルネ施設トルネ遅延スケルだけやめてほしい。それ以外ならなんとかなりそう。さあスケ、おお小回転ですね。クロスホグ、ゴブリンじゃないのか。もう安っすね。さあクロス、クロスこれどうやって勝つんだ。その施設がきついんですよ。うわマジ、しかも俺の何も把握してないのにそんなことして、チンパやないかいっていう。さあ一旦、いやマジで、あーずる、寄るなお前。あー寄るよね、そうだよね、施設好きだもんね。あれこれ待てよ、これ無理だなさっきも言ったけど、さっきも言ったけど冷静に無理やね。いやー無意味な金駆動しとくか、これまで一番無意味だな。さあまあ勝ち筋は、事故しかねえ。何かが事故ってくれなきゃ勝てないっすね、正直なところ。でも一体何が事故るんだっていうか、高回転アチャテスハスケとかでどうやったら事故ってくれるんだって話なんですけども、いやーもう祈りっすよね。えぐ、まだ僕はねバルーンを相手に見せてません。いやこれっすね、秘密兵器のバルーンでワンチャン掴みたいって考えてます。まだ地味に回転が速いからなんとか耐えれてもいる。いやマジテスラあんま痛くねえけどマジでキモいっすねマジでやばいよそれ。はい今削り、あーボンバーインベースできだったかな。フェニックスおかえり、やべ、いや怪しい、一旦テスラ置いてほしい。ああいい位置に置くな。いやまだ俺バルーン隠してっかんな。どうする、マジフェニックスで事故ってほしいな。全然事故なさそうだな。いやまだ諦めてないぞ俺は。もうバルーン使わせ終わるかな。いやマジでワンチャンありますと言い聞かせるしかない。
やめて。あ、無理です。本当に聞いてください、クロス。クロスというか、もうテスラか。まあこれはしょうがないですね。おい、てめえマジでぶっ。こいつマジであのメモしてきます。俺のメモ。次当たった時に、はい、動画で晒します。ギッてきたぐっちぐちゃな、もうクララは開けないようにします。ごめんなさい、言い過ぎました。